アルフレッド・エル・クローバーアルフレッド・ルイス・クローバーはアメリカ合衆国の文化人類学者。20世紀前半の学会人中、最もその影響力の大きかった人物の一人。ニュージャージー州法剛県のドイツ系の家庭に生まれる。1901年コロンビア大学でフランツ・ボアーズの指導の下で自分が生まれ育ったアラパホー地方でのフィールドワークに関する論文で学位を取得。 その学者としてのキャリアの大半をカリフォルニア州で過ごし、そのほとんどがカリフォルニア大学バークレー校においてであった。カリフォルニア大学の人類学部の本館は彼にちなんでクローバーホールとして知られている。一般には文化人類学者として知られているが、考古学においても重要な業績を挙げており、また考古学と文化の関連付けを行う上での 人類学への貢献も大きい。ニューメキシコ、メキシコ、ペルーで何度か発掘活動の指揮を取ったこともある。1911年、アルフレッドクローバーとイシュ・クローバーと彼の弟子たちは、アメリカ合衆国の西海岸におけるネイティブアメリカンの諸部族の文化的データを収集し、それを一冊の報告にまとめ上げている。これは、ハンドブック・オブ・インディアンズ・オブ・カリフォルニアとして、 観光されている。こうした、すでに消え去った部族の情報を保存しようとする、試みは、今日では、サルベージエスノグラフィーの名で呼ばれるようになった。文化地域や文化的配置といった概念を考え出し、広めたことでも知られている。影響力は、非常な大きなものがあり、多くの同時大臣は、 顎ひげと口ひげを蓄えた彼の風貌を、ほとんど社会科学者とは各あるものとみなしたほどである。クローバーとローランド・ディクソンは、北米でのネイティブアメリカンの言語の発生的な、分類においても、大きな影響を及ぼしている。ペヌーティ語族と、他、大ゴ族のような分類には、彼らの諸説が考慮されている。ヤヒ族の生き残り医師と一緒に仕事をしたことでも、有名。医師は、 カリフォルニアの部族、ヤヒ族の最後の生き残りと言われているが、その信憑性には、異論がないわけではない。彼の二番目の妻シオドーラ・クローバーは、よく知られている医師の伝記、医師二つの世界に生きたインディアンの物語を書いている。彼の手による教科書、文化人類学は、長く後半に利用されている。二度目の妻のシオドーラ・クローバーとの間に、学者カール・クローバーと、 サッカー・アーシュラ・ケールイコール・グウィンという子供を設けている。シオドーラとの最初の結婚によって生まれた二人の子供も認知しており、テッドと歴史家のクリフトン・クローバーである。クリフトンとカールは最近一緒に死のケースについて一冊の本、イシ・イン・スリー・センチュリーズをまとめ上げた。これは、医師についてアメリカ・インディアンの手になるエッセイも収録した初めての学術書となるものである。 ありがとうございます。